私は渚、大学3年生、宮崎で生まれ育ちました。そろそろこれから先のことを考えないといけない時期。都会に出るか、このまま宮崎に残るか。私の選択は宮崎で暮らし働くこと。私の大好きな地元宮崎、ここでの暮らしは生活のリズムがゆったりしてる。友達と待ち合わせしても結局みんな遅れちゃったり。日本の日向というだけあって一年を通してあったかいし、桜が散ったと思ったらセミが鳴き出す。早いよ。空は青くて広いな。少し足を伸ばせば海もあるし、緑もたくさんある。それに何と言っても地元だと小中高校時代の友達にすぐ会える。一緒に泣いたり笑ったり、励ましたり励まされたり、時には喧嘩したり。でも自分の気持ちを素直に出せる友達が近くにいるってとっても大切だし、とってもありがたいことだと思う。働くところも意外と多いみたい。自然が豊かだから食に関わる仕事はもちろん、最近は IT 企業も増えてきてるんだって。インターネットがあればどこにいても世界を相手に仕事ができるから、都会から移住してくる人もたくさんいるらしいよ。そういえば東京に就職した友達の話だと、通勤は満員電車で1時間もかかるし、なんだか自分の時間があんまりないって言ってた。給料は宮崎よりいいのかもしれないけど、物価も高いし、家賃は宮崎の3倍近くもする。それに駐車場代も高くって、車を持つことなんてとてもできないって。その点宮崎は若い世代でも車を持つ人が多いし、通勤や通学のストレスは少ないよね。都会での生活も少し憧れるけど、東京までは飛行機であっという間に行けちゃう。普段は宮崎でのんびりして休みの日に都会に遊びに行くみたいなスタイルもありかな。自分で時間をコントロールして仕事だけじゃなくプライベートも充実させられるのが宮崎のいいところ。自分の時間を大切にした働き方ってなんだかとっても理想的。周りの人もゆったりしていて、自分に合った仕事がきっと見つかるはず。そうそう、大事なことがもう一つ。将来結婚して出産して育児をするかもしれない。そんな時助けになるのはやっぱりお父さんやお母さん、そして家族。困った時はすぐに相談できるし、面倒なことだって引き受けてくれる。気兼ねなく頼れて本当の意味で助けてくれる人がそばにいるって本当に安心できると思う。他にも宮崎は通勤時間が短い分、子育てに時間を当てやすいみたいだし、しかもいい子供が育つランキング全国2位なんだって。確かにそう言われてみるとなんだかいい子が育つ感じはするかな。家や公園でゆっくり楽しそうに子育てしてる人たち周りにたくさんいるしね。まだまだ先のことだって思ってたけど、自分がこれからどうしたいのか、何を大切に生きていきたいのか、それっていつかはちゃんと向き合って考えなきゃいけないことだと思うから。一度しかない人生、自分の進む道は自分の意思で決めたいって思う。だから私は宮崎に決めました。